旭川市,市民活動交流センターは、北海道旭川市にある公共施設。旭川駅周辺の再開発地域、北斎と旭川、東側のシビックコア地区に位置する。ココドという愛称で親しまれており、c o ココが CO 交流とで出会いの場になるようにという意味が込められている。同じシビックコア地区内には、 旭川市科学館サイパル、旭川市障害者福祉センターをピッタ、旭川合同庁舎などが隣接する。旭川市市民活動交流センター6月29日に開館した。現在は特定非営利活動法人旭川 NPO サポートセンターが指定管理者として旭川市から委任を受け運営している。市民活動に関する情報の収集及び提供。 市民活動に関する相談、コーディネート、会議室等施設の貸し出し、コピー、印刷機など事務機器の貸し出し、市民活動団体やまちづくりに関わる、いろいろな団体との交流や、共同の促進などを、主な業務としている。また、年に数回、大規模な自主イベントも開催する。開館時間は午前9時午後10時。休館日は、毎月第2、第4月曜日、年末年始。 主に旧国鉄工場施設を改修した二棟の建物からなり、市民活動支援棟とホール棟、及びそれらを結ぶ共用ロビーと渡り、廊下で構成される。また、イベント等に使用できる屋外広場や中庭もある。市民活動支援棟は団体の会議、講座、研修、打ち合わせ等に使用され、ホール棟は多目的ホールとして、講演会や研修会、 シンポジウム、音楽、演劇などの練習や発表、イベントなどに幅広く使用される。施設の利用者もしくは市民活動団体、町内会のみが利用できる、コピー、印刷室には、各種印刷機のほか、裁断機、製本機、紙折り機、電動穴開け機、電動ホチキス、ラミネーターなどがあり、印刷から製本までの作業ができるようになっている。この他、印刷機器として、 1>, 1階の事務室内にポスターや横断幕の印刷ができる大型プリンターがある。いずれも格安もしくは無料であることから人気が高く活発に利用されている。エレベーターはウォークスルー式館通に方向型を採用。入り口と出口が反対になり、車椅子利用者が方向転換することなく進むことができるように配慮されている。自動販売機は省エネ。 ユニバーサル配慮型のものを設置し、環境に配慮。1階の交流展示コーナーの横には遊具を置いた、キッズコーナーもあり、子供連れの主婦が気軽に立ち寄ることができる。このほか市民活動団体が利用できるカシロッカーや、メールボックス、多用途トイレ、授乳室、パントリー等がある。旭川市民活動交流センターのベースとなった2棟の、レンガ建造物は、9。 国鉄の工場であり、旧木器乾燥場は単ヤ工場として、旧第二機器職場は千番工場として使われていた。設計には、明治期を代表する土木技術者、田辺喜太郎が携わったとされている。関節鉄道上川線の開通に伴い、明治31年に建設された、この二棟の建物は、明治時代の建築技術を今日に伝える貴重な、 歴史的建造物であり、現存する旧国鉄工場施設としては、国内で最も古い建物の一つであると言われている。改修後は、旧木器乾燥場は、市民活動支援棟として、旧第二木器職場は、ホール棟としてそれぞれ使用されている。現在の施設として開館したのは、2010年6月29日。なお、市民活動支援棟の一階及び二階には、 鉄道歴史展示コーナーがあり、JR から太陽を受けた当時のゆかりの品や写真を見ることができる。また、平成27年11月17日に国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。